視聴ありがとうございます。今回はこの間間違って購入したメンブロードの生地で濡れそうなアイテムを考えてみました。形は前見通し込みのタンクトップですが、襟と袖は見返し始末にしようかと考えています。まずワインダー始末のタンクトップ、そしてパーツ付け、最後に見返し仕様のタンクトップを作ります。今の画面は昔に作ったタンクトップの型紙、その型紙を修正してみました。合わせてみて違いを確認。陽弱は1メーターくらい。身ごろの横にある3本の紐は襟ぐり、袖ぐりに使用するテープです。工程の流れはこんな感じです。では縫っていきます。左肩合わせ、襟ぐりバインダー始末、右肩合わせ、左袖バインダー始末、右袖バインダー始末。左脇合わせ、右脇合わせ、返し針、出来上がったタンクトップを着てもらった。